こんにちは、深夜25の森久保です。この番組はですね、深夜25がリリースしたアプリ機能の深夜25ワイドショーの有料回答を取り上げていく企画なんですけれども、今回特別回ということでこちらの方々にお越しいただきました。よろしくお願いします。お願いします。今回のテーマがですね、今では考えられないスマホ登場以前の不便エピソードを教えてくださいということで、これ見ていくとガラケー時代のエピソードとか、そもそもそれすらない頃のエピソードが結構あったんで、ちょっとお二人中心に話をお伺いできればと思っています。お願いします。はい、お願いします。お願いします。早速なんですけど、一つ目の回答がですね、ムーンショット CEO 菅健さんの回答でして、携帯がなかった頃は待ち合わせを前日に決めて、雨が降ったら喫茶店に行くなど詳細なシナリオを決めないと当日会えないこともあった。あと同じような回答で CEO 瀬尾さんがですね、駅に伝言メッセージが書けるボードがあって、先にお店行ってます18時半とか書いたりしてた。当時はその行動不便だと思わなかったが、便利になるからこそ不便を感じさせてしまうんだなという回答がありました。駅の伝言板って俺らの世代よりもっと上ですよね。少しそうですね。より俺らよりも上の方だから。ホワイトボードみたいなのあったんですか？なんかね、あったんだって。先に俺、なんとかしてるわとか、どっか行っちゃうとか。今日も宮内さんちょっと遅刻なさいましたけど、そういうのも分かんないってことですよ。そう。だから俺思ってるのは、遅刻とかに関してすごい緩くなってるから、今って。確かに。もうね、ちょっと遅れるわって連絡すればいいみたいな感じじゃん。だから当時はもうやばい、すげえ待たしちゃうとかさ。取り返しつかない。が半端ないから待たされてる方もどこも行けないんですよね。ちょっと遅れるらしいから、ちょっと近場の本屋さんに行っとこうとかができなくて、本当にその場で待ちぼうけを食らわされるから、遅刻っていうことのその罪はすごい大きかった。だから上の方って遅刻とかに厳しいんで、上の人ほど10分前とかにいるんですよ。そうだ、あ、口が染みついちゃってそうだ、そう上の人によるんじゃないこれ結構全員共感できるんじゃないかなと思うのが、ウェブマーケター磯部さん、メールアドレスをコロコロ変えて、その度に変わりました、登録お願いしますって全員にメールを送ってました。で、株式会社ルネイム代表のユタさん、メールアドレスの交換が毎回スペルミス確認が必要な上に、中高時代は今思い返せば非常に恥ずかしいメールアドレス、好きなミュージシャンラブ的なやつだったので黒歴史の一つという。当時ってなんであんなコロコロさメアドを変えたりしたんだっけ。僕が覚えているのは、メールを変えてしばらくすると迷惑メールが1日何十通も来始めちゃうんですよね。でもう使い物にならなくなって、それで僕は変えてました中原とか絶対なんか彼氏とお揃いのメアドをしてた。いや、そんなことしないえ、どういうメールだったか覚えてる。友達とのコンビ名と好きなアイドルとラブみたいな、なんかお揃いメアドみたいなあるよね。お揃いメアドみたいな感じしてますか。そっか、一応じゃあキャリアメールをまだ使ってたって。いや、すみません、一斉送信してました。今なんか全く使わないもんね。そうですね、俺の友達でメアド変えましたって来るわけよ、はい、そのタイミングでね、彼女の名前ラブみたいなメアドで来るわけよで、そんなことするやつないわけ、そいつは。はいはい、浮気を防ぐためにやらされるっていう。メアド変えるたびに、あ、浮気したんだなっていうのが分かるわけ。しかも全員に変えましたって、こう、攻撃して。めちゃくちゃ恥ずかしそうに送ってくるわけ。イニシャルだけさ、彼氏の入れるとか流行った。流行りましたね。私もやってた。やってました。やってた。彼氏と。じゃあ、匂わせアドレス。匂わせアドレス。付き合ってる方は言わないの、クラスの人には。あ、そうなんですか。それ隠してて。で、なんか変えて、ちょっとそれっぽいのになると、あれ、付き合ったのみたいな。で、メールがまた来る。なんで入れたいの、それ。当時、SNS とかがないから、こういう匂わせ写真で撮れないんで、メアドで匂わせて。匂わせの場が育ったんだストーリーとかなくて、アドレスで主張してたって。そう。なんかちょっとメールに関連して、彩り代表の田口さん、新着メールが来てないかセンター問い合わせをしていた、待ち遠しいメールほどセンター問い合わせを連打するけど届くことはなかったと。なんであんなことが必要だったんですかね、センター問い合わせって。でもほら、好きな人のさメールがさ、やり取りしててさ、あ、なんか届かないなって思って、そう、シカトされてるだけなのに、もうなんか、なんで来ないんだろう、来てないのは何かの間違いだって思いたいと思って、結果言えない問い合わせ不便だからこそのエモさってのあったんだよね。確かにちょっとエモさが失われてきてるのかもしれないですね。めっちゃ懐かしいなって僕思ったのが、ベンチャー企業の営業3年目、リョゴさん。小学校の連絡網で、運動会延期の連絡など緊急の話で使うことが多いのに、家の固定電話でこう伝言ゲームの要領で回ってきて、誰かが繋がらないとその先の人に連絡が回らなかった。
今思うとすごい仕組みだったなと思いますというのがあって連絡もありました、ね、え、わかるのそれ。え、僕小学校の時ありました。そうか、不便すぎるよね連絡もって。これ結構変遷がよくわかるなと思ったのが、食料会社社員のタシズンさん、大学1年生の頃サークルの連絡は連絡網でした。で2年生になって楽々連絡網っていうメールを勝手に一斉送信してくれるサービスが出てきてめっちゃ画期的でしたっていう。これ僕大学生の時登録してました。なんか新刊とかで、メーリス、メーリス、メーリス、そうそうそう、私も新刊そうだ、そう、うん、メーリスだったな、確かにあった全然世代差が出ないね確かに。あとはちょっとあの恋愛関係で加藤さんという方が、昔は好きな人の家に電話して最初に誰が出るかわからない怖さがあった。その時ワン切りとかして事前にあの彼女に電話するっていう挨拶してた。ワン切りっていろんなパターンがあって、今の方の話だと、はい、まだ家とかに電話してる時代に一回ワン切りして親に取られないように挨拶してからかけるみたいなワン切り。あとは多分ガラケーの時代もさ、はい、多分節約するためにワン切りとかやったんだよね。ああ確かに。あれですよ、無料のプランに入ってる人から電話がかかってくるとずっと通話できるから、うんうん、かけないのワン切りなんだそうそうそう、ああそういうことか。確かに。あと恋人の話だと、アソビュー代表の山野さんがこのワン切りをしてました。でたまにそれができなくて彼女の父親が出てしまうのですが硬直して最悪ですっていう。やってました。これね、そんな家に電話するような恋愛の経験があるとかないねそれは世代的に高校生くらいからはもう PHS みたいなとか始めてたから、家にかけなくてもっていう世代だとは思います。PHS とかってそんなゴリゴリに電話できる感じなんですか、彼女とか。まあでもガラケーみたいなものですよ。はいはいはい、うん、彼女も持ってたんですよ。そうですね、僕は彼女とかいなかったので男友達と連絡するくらいにしか使ってなかったから。ああそうなんですね。ちょっと恋愛になった瞬間に止まってしまうっていうあれがそうね、そこだけちょっと力不足すいません。ちょうど PHS の話が出てきてたんですけど、メルカリのマーケティングディレクターの大輔さん、携帯電話に通話料定額プランがなかった時代、別通話料定額のウィルコムという PHS を2台持ちして彼女と専用電話にしてました。で、あと株式会社花エミの斉藤さん、昔は通話料がプランごとに細分化されてて基本料は高いけど通話料が安かったり、基本料は安いけど通話料が高いみたいなプランがあった。で特殊なのだとドコモのドニンチョという安いけど土日と夜しか携帯が使えないという超不便なプランも存在したっていう。ありました、そんなの。だからさ、パケシっていう言葉ってあったよね。パケット使いすぎて。そう、で実はパケシは今も使われるんだけど、今はギガがなくなるっていうさ意味でも使ってる。あ、でも継続になるやつだ。当時は違ってもうとんでもない高額請求、途中で気づかずに月終わってしまって次の月に6万円とでは、テキストメールとかしか使ってない時代はさ、はいはい、そんなにその通信はさお金かなかったんだけど、はい、そのいわゆるネットが見れるとかさ、はい、なってきた時に膨大な通信量になって、はい、それが全部ね、お金の乗っかってくるっていう重量で、うん、あ、そういうこと。社会放題が今基本だと思うんで、そうじゃなかったですもんね。社会問題だよ、当時あの消費者とキャリアの揉めたのも相当多かったらしい。あ、そうなんですか。だって6万キットが来てきたらどうするのって確かにそうそう、えぐい金額でしたよね。多分ちょうど小6ぐらいの時に出たんですよ、パケットが使える電話、うん、でホームページ簡単に作れるバスペっていうサイトがあって、そこにめっちゃハマっちゃって毎日一人でこう HTML やって、携帯だけ で、はい、でやったら30万ぐらいできる。マジでキレられました。俺ら子供いるけどさ、そんな時代だったらたまんないよね。そうですよ、通知とかも全然コードって感じですか来ない来ない来ない、請求が来て初めて知るみたいな。結構みんなそういう話してて、あの場合パケシーみたいな通信の話で、これ僕もちょっと被ってるんですけど、画像表示についてなんですけど、動画編集者のたくまさん、画像の表示に時間がかかってて、ガラケーだと画像を取り組むのにも一苦労、ドキドキしながら検索した画像がちょっとずつ表示されるのを楽しんでた男性は僕だけじゃないやつで、ジュノさんっていう方がパソコンでインターネットを使うと、無修正のエッチな画像がただで見れる人のことで夜な夜な怪しいサイトを徘徊していた。で回線も遅いので一つの写真が出てくるまでに何分かかるということもざら、長い時間待って表示されたのがおじさんの写真だったこともありました。やだー悲しい
それはもう寺本さんが一番共感できた。共感で。一緒に共感しますよね。しますよね。結構ご経験ありますか？ある。カク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 って、ね。カクカク出てきて嬉しいのって、一緒のやつだけです。確かに。こう。違う。友達と行った思い出の写真とか。エモいね。エモかったです。そう。違う違う。俺もそっち。絶対。でもなんか男がすごい共感できそうですよね。なんかこういうサイト参加してるのって大体男性なんで。そうだね。はい。でも結構いいとこもあった気がするね。やっぱそれ聞くとさ。あ、本当ですか。うん。ワクワク感。ワクワク感。恋愛経験のこと語れないの、ここすげえかと思って。次がですね、これちょっと全く僕わかんないんですけど、しゃもじさん、イケベル全盛期。学校の昼休みに公衆電話の前に10円玉を握りしめて長蛇の列ができ、みんな一心不乱にボタンを連打した後、無言で受話器を切り立ち去る学園生活があった。わからん、なんだこれ。いよいよありましたよ。いやいや世代だったんで、その光景をすごい覚えてます。本当ですか？高校 の電話ボックスに女子高生が来たんで。ポケベルってあるの、電話を押してメッセージを送る。そう、あれメッセージを送る。11が「あ」、12が「い」、13が「う」ってなってるよね。だからフリック入力みたいな感じだよね。フリック入力、あ、当時の高校生はみんなその変化表が頭に入ってて、自分がこう打ちたいメッセージがあるとすごい勢いでブワーッ、そうだ。そう今はさ、そのアウトプットがさ画面に出るじゃん、はい、でも何て送られてるか分かんないから頭の中で想像してるんだよ。画面ないんですか、ポケベルって。公衆電話には画面とかないから、さっき言った形で暗号みたいな。受け取る側がポケベル。受信専用ってことですか、ポケベルは。そう、え、知らなかった。あ、そうです、そうです。え、公衆電話とそのポケベルはどっちが先なんですか。いや、それが公衆電話。あまりに世代が違いすぎるということで。今だってもう公衆電話ないですもんね。そう、だから元々ある公衆電話からメッセージを送られるようになったのがポケベル。そういうことか。誰から来たのかは覚えてる。それ分かんない。やばくない？だから好きとか言われたら、え、誰これ？怖い。エモい時代あった。怖いな。でも俺知らないけどね、それは。あの宮内さんの回答でおっしゃってたのが、半日かけてツタヤで借りてきた CD を MD に取り込んでた。これ分かりますよね。MD あったな。これ分かりますよね。私全盛期なんで。MD。え、分かんない。これ iTunes。え、iTunes？ iTunes から入ってんの？から入る。やば。なんならその前のカセットテープあるじゃん。カセットテープ。知らない。分かんない。私 MD から。一瞬出ましたよね。一瞬じゃない。一瞬じゃない。メガトレンドよ。MD ってだから、なんだろうな、ちっちゃい CD みたいな感じなの。フロッピーディスクみたいな。うん、最初から iTunes。マジで？俺が一番差が出てる。つないで。何？え、CD じゃないんですか？昔ね、CD があって、CD ウォークマンでもあったわけ。はいはい、だからこんなでかいやつ。あ、CD をウォークマンに入れてんの？あ、それが CD ウォークマン。あ、それを持ち運ぶんですか？まずそれが革命だったんだけど、それがもっとグッと小さくなって、はい、こんなんでよくなったの。そう。だから、iPod みたいなぐらいの大きさでよくなって、はい、それが MD。そういうことか。それも、このコードで繋いで入れるんじゃなくて。コードで繋いで入れるとかじゃないの？どうやって入れるの？その CD を MD に取り込む。革命だったわけ。とにかく音楽が持ち運べるっていうか、当時はね。はいはいはい。今だと何千曲入るんだけど、当時は MD1 枚に10曲とか、ね。そうそう。だから、この1枚に何を入れるかっていうテーマとかですね。そうなんですよ。うん、これがエモくて、好きな男の子がくれたことがあって、これ僕のセレクトだから。私、アゲハチョウとか入ってました。あれだけじゃなくて。アポロ、アポロとか。エピソードで何を取ってくるんだろう。ベストアンサーいきます。コピーライター安倍さんの新人の仕事で、飲み会のお店を探し、地図をプリントアウトして先輩全員の座席に置いていたというエピソードです。すごい。なんか当時地図アプリが全然なくて、全部をプリントアウトしてやってたんだ。俺営業だったからさ、はい、めちゃくちゃ分かるんだけど、はい、Google マップって革命的だよね。我々昔からありましたもんね。そんななんか印刷したことない。印刷は。これで言うと、ヤフーマップとさ、
印刷して、それを持ってアポ先に行くと。で、めっちゃ覚えてるのは、夏場でさ、新人営業マンだからさ、先輩についてきてもらって、でも迷っちゃうわけよ。で迷ってもさ、今の Google マップみたいにさ、どう間違ってるのかってもう分かんないわけ。あ、現在地が出ないの？分かんないよ。めちゃくちゃ先輩を待たしてるわけよ。でもそれで汗出てくるしさ、暑いし。でも着いたら汗だくだし。営業決死だな、それ。だからさ、それで言ったら最近さ、もう Zoom でさ、訪問すらしなくていいみたいな感じじゃん。そうだ。もう中原とか完全にそう。もうずっと Zoom です、ね。いや、革命起きてる、営業に。マジ、汗かかないんだって、営業でって。確かに。足で稼げっていう時代さ。もうこうやってもう客先でさ、売れるわけないよね。確かに。もう負けてるみたいな。もうそこで負けてるみたいな。あとまあ車も本当そうでしたよね。カーナビとかもね、ちょっとなかったりするから。それこそもう地図を頭に入れてまで行く。GPS がそもそもないっすよ。カーナビないってやばすぎだな、確かに実家に地図ありました、ホーム。車で撮った行く時、お父さんが。小さい頃。確かに箱根とかで調べ、お父さんが前日にこう調べてて、ルートを。そのまま行くみたいな。それ小さい頃ありました。あったね。写真家の波多野さんもおっしゃってるんですけど、パソコン版の Google マップで経路を印刷してロケに行ってた。で、迷子になって何度かコンビニでポケット地図を買ってた。じゃあマップは確かに革命だね、本当に。海外旅行とか地獄じゃん。確かに。どうするんだろう。道も聞けないじゃん。これに関してはね、何のエモもなくて、はい、今の方が全然いい。昔の方が良かったなっていうのもちょっとあるのかもしれないですね。なんか便利になりすぎたら逆にエモさなくなるの。でもそう考えると今のこのスマホとかも今はもう満足してるじゃないですか。はい。20年後とか振り返ったら、あの時エモかったって言ってるかもしれないですよね。確かに。そう考えたらなんか一瞬一瞬大切に生きようって。そんな話？趣味いい趣味。いい趣味に。めっちゃエモ締め。でもさ、今のスマホが考えられないとか言ってる時代が来るわけでしょ。怖くないですか？なんかもうスマホ物体としてどうなってんだろうって。なくなるかもしれないですよね。もう、目とかさ。あ、コンタクトレンズ。そうそうそう。やばい、20年後にもう一回やりたい。やりたいですね。ということで、なんかちょっとあの今回エモ会みたいな感じになったんですけど、深夜25ワイドショーはですね、アプリをダウンロードすることで、回答したり、閲覧したりすることができますので、ぜひあの概要欄の方からチェックしてみてください。はい、ということで皆さん、本日はありがとうございました。ありがとうございました。